小坂純造旧小坂家住宅は東京都世田谷区世田にある歴史的建造物。敷地全体が世田四丁目旧小坂緑地として公開されている。世田谷区内の国分寺が気仙沿いには多くの近代別邸建築が存在したが、そのうち現存する唯一のものである。敷地は国分寺が気仙上の沿辺部にあり、約半分は斜面地となっている。当住宅は 1937年から1938年にかけて実業家、政治家の小坂純造の別邸として建てられた。小坂は長野市の生まれで、品野銀行取締役、品野毎日新聞社取締役社長などを歴任したほか、衆議院議員、貴族院議員を務めている。古美術品のコレクターとしても知られている。小坂の本邸は東京都渋谷区にあったが、 1945年の戦災で本邸が消失してからは、この別邸を本邸とした。別邸の敷地は、北側が狭く、南が広い L 字型を停止、ほぼ中央を国分寺崖線が通っているため、建築に適した土地は、東寄りの南北に細長い大地上の部分のみである。敷地北端には道路に面して、表門を開き、外下の敷地南西端に裏門がある。 表門から南へのアプローチを進むと、敷地の東寄りに、母屋が立ち、母屋の手前西寄りには、中門と塀がある。かつては、表門付近に管理人住居、車庫、運転手控室などがあったが、これらは1996年に撤去されている。胸札には昭和12年10月2日上等とある。設計、施工は、清水建設の前身である清水組で、 同社の記録によれば1937年7月に寄港し1938年9月竣工した。1996年10月に世田谷区が緑地保護のために公園用地として土地を購入。建物は小坂家より寄贈を受けた。その後内部の改修工事を経て一般公開。1999年11月24日に 世田谷区指定有形文化財となった。他に敷地内の国分寺掛け戦下に設けられていた茶室もあったが区が寄贈を受ける前に取り壊されている。ここには東京大空襲を避けた横山大館が1945年3月から約3ヶ月間移り住んだ。これには横山が画家の片山南風から疎開を進められたという背景がある。 世田谷区より委託を受け、1999年4月より、財団法人世田谷トラスト協会が公開管理に当たっている。庭から寝室を見る茶室主屋は、木造平家建て、一部二階建てで、屋根は入り模屋造り、河原武器都市、登場に煙出しの矢倉を設ける。今、茶の間などがある主体部の北西に、書斎棟が接する。主体部の南東には、 南方向に伸びる廊下があり、その先に2階建ての寝室棟があり、廊下の途中東側には2階建ての内倉がある。北側に面した玄関を入ると、寄り付きは東西に伸びる畳廊下で、その先は、西が12畳半の今、東が10畳の茶の間となる。玄関土間の西には6畳の小応接室がある。今、茶の間の南から西にかけている川を巡らす。 茶の間の東には3畳の和室、台所、6畳の女中部屋、南度などがある。玄関土間は吹き抜けとし、古民家風の両組を見せる。小坂家の伝承によれば、両材には奥多摩の名主屋敷の材木が使われているという。12畳半の今は一軒半の床と不所院を設け、天井は薩摩杉を用い、月屋風の造りとする。 東隣の茶の間との境の欄間は切り者を透かし彫りとする。今、茶の間の南から西にかけている川がめぐる。入り側は部屋寄りを畳敷き、庭寄りを板敷きとする。縁下の長さは10.6メートルとなっている。六畳の小応接室は炉を切った茶室である。床は略式の壁床とし、天井はがかわすだれを張る。水や廊下を挟んで、 西側の書斎前にあり、八角柱が用いられている。他に、別棟の茶室が、庭内にあったが、現存しない。母屋の北西に位置する書斎は、山小屋風の衣装の洋室であるが、柱に赤松の免皮柱を用い、天井にも赤松免皮材の大引けを使用するなど、一部に和風を取り入れている。床は、寄せ木板張りで、 壁に貼られた腰板にはなため削りの装飾を施す。暖炉上のスペースには、元は仏像を安置していた。壁は袋張りと呼ばれる空気の層を持つ、黒塗りの壁で構築されている。予備林女中部屋脇の廊下上部には、各部屋に備わった押しボタンで、呼び出しができる、女中を呼び出すための予備林がある。内層は、鉄製の防火扉がついた2階建ての内倉であり、 美術品や調度品、家財道具を貯蔵していた。寝室の視野から南へ廊下を進むと2階建ての寝室棟がある。寝室の手前には階段ホールと更衣室があり、2階には冷凍室と書庫がある。寝室は洋風の作りとなっており、西側にベランダが付属する。天井は漆喰仕上げで、照明は本物のろうそくによる。 照明のような装飾を紙で再現、飾りの暖炉がある。現在は室内に小坂純造のレリーフが飾られている。当時は玉川星に富士山が望めた。玄関前の庭にはもみじがあり、玉川八景の一つである岡本の紅葉の象徴と言われる。AB、旧小坂家住宅、世田四丁目旧小坂緑地。 一般財団法人世田谷トラストまちづくり2020年11月25日閲覧世田谷トラストまちづくり20129ページ世田谷区教育委員会2001年ピアニッシモも1から3世田谷区教育委員会20011ページ世田谷トラストまちづくり20129ページ世田谷区教育委員会20012ページ ありがとうございます。